こんばんは。こんばんは。NBS のスタジオです。さて、お盆休み久々のふるさとでのんびり、はい、ほっとされている方も多いかと思うんですがね、まずはこのお盆の恒例行事の話題からお伝えします。下伊那郡阿南町では350年以上前から続くお盆の伝統行事、和合の念仏踊りが昨夜から始まりました。和合地区の熊野神社の境内には、法被や浴衣姿の地元保存会や子どもたちなど30人余りが太鼓を打ち鳴らしながら旗や飾りを持って登場し、笛や鐘の囃子に合わせて舞いました。そして2人1組で飛び跳ねながら体をぶつけ合う引き地で踊りは一番の盛り上がりを迎えます。念仏踊りは和合地区を開いたとされる宮下家の前でも披露され、訪れた帰省客や観光客は国の選択無形民族文化財に指定されている踊りを堪能していました。和合の念仏踊りは16日まで行われます。一方、松本市では恒例のお盆駅伝が行われました。これは松本すすき川走る会が毎年開催しているもので、今年も夏休み中の小中学生やふるさとにお盆で帰省中の県外の家族など94チームが参加し、すすき川沿いの17キロのコースを1チーム5人で走り継ぎました。今回の参加者の最年少は4歳の男の子で、最高齢は65歳の男性と幅広い世代の人たちが集い、夏の日差しが照りつける中、思い思いのペースで走っていました。この駅伝大会は松本地方の夏の名物行事となっており、沿道には多くの市民が詰めかけ、汗だくになって走るランナーに大きな声援を送っていました。次です。先の太平洋戦争では多くの中国人、朝鮮人が日本に強制連行され、建設作業などに従事させられましたが、その実態ははっきりしていません。松本市にも当時の軍事施設の跡が残っていますが、市民グループが事実を次の世代に伝えようと調査を進めています。松本の市街地を見下ろす高台に位置する中山地区。この山里で終戦間近の昭和20年春から地下軍事工場の建設が進められました。今も山の斜面や藪の中に工場入り口のコンクリート基礎の跡がひっそりと残っています。この地下工場は名古屋の航空機製作所を疎開させるため、軍の指導で松本市の中山地区と里山部地区で建設が進められました。建設には地元住民や学生のほか、多くの中国人、朝鮮人が従事しました。このうち中山の作業現場では503人の中国人捕虜が劣悪な環境の中強制労働をさせられました。1日に臭くなったぬかの団子を3つか4つだけとか、それから2年間にほとんど衣類の支給がなくてセメント袋を着ていたとか。松本の強制労働の実態を調べ後世に残そうと、平成5年に結成された里山部朝鮮人中国人強制労働調査団は、中国人被害者からの聞き取りや現場を受け持っていた建設会社の資料を入手し、強制連行、強制労働の実態の解明を続けています。調査団は今月3回目の訪中調査を行い、松本や木曽で働かされていた中国河北省などに住む5人の被害者から当時の話を聞くことができました。中国の収容所から神奈川県内の現場を経て松本に連れてこられた毛英章さん、セメント袋をかぶって寒さをしのいだことや現場監督者の暴行などの生々しい証言をしました。毎日殴られたり強制労働されたりして、嬉しいことは全然ない。为什么这茬人他们就先念起？他们说的不是那个底波注意那不是吗？对不对？那么还是很惨的。现在这个从他们来说，啊，开哈那那那满酒家的。雨のオランダ坂を歌うジョー・ションゴさんは、河北労工協会の通訳職員として強制連行された人たちとともに松本へやってきました。河北労工協会は
労働力の供給確保を目的に日本が作った組織で、調査団は強制連行の仕組みを知る人物と見ていました。ご紹介したんですか。詳しくもわかります。少しやったかもしれません。相当重荷を背負いながら50年間生きてきたんじゃないかと思います。ただ謝るだけではおじいさんたちの傷は癒されないし、話を聞いたりとか、あるいは政府に働きかけたりとか、そういう活動をしていくことが自分の義務になっているんじゃないかというふうに思いました。被害者からの聞き取りは3回の調査で合わせて19人に上り、強制労働の実態が少しずつ明らかになりつつあります。その一方で、被害者がすでに亡くなっていたり、高齢のため聞き取りができないなど、戦後50年という歳月が調査を難しくしています。50何年が経ってね、時間との戦いと、日本のその関係者当事者の方々がぜひ、この調査に協力していただけるということを期待するし、追求していきたいと。調査団では今後も被害者の生の声を拾い、松本以外の場所での強制労働の実態も調べ、次の世代に伝えていくことが日本の先の戦争の責任の取り方の一つと捉え、活動を続けていくことにしています。 CM の後は中央アルプスの夏をお伝えします。さて、まだまだ平地では暑い日が続いているんですが、標高2600メートル余りの中央アルプス千畳敷カールは、下界の暑さを忘れさせてくれる別天地です。高山植物の宝庫、千畳敷の夏を取材しました。千畳敷への出発駅、白火平駅には夏の観光シーズン、毎日数千人がやってきます。この日のロープウェイの待ち時間は1時間半から2時間、混み合う日には4時間ということもあります。ロープウェイは定員60人、満員の状態で標高1662メートルの白火平を出発。途中、急峻な滝の流れがあちこちに見られ、自然の雄大さを感じさせてくれます。7分半で一気に950メートルを駆け上がり、標高2612メートルの千畳敷駅に到着します。千畳敷の駅に降り立ちました。下界は30度ぐらいありますが、こちらの千畳敷は14、5度ということで、上着を着ていてもちょっと肌寒い感じがします。駅を降りるとすぐ目の前に2万年前の氷河時代の遺産である千畳敷カールが広がり、観光客の目を奪います。6月中旬までは雪景が残りスキーができる千畳敷ですが、夏の1ヶ月間は短い夏を惜しむかのように草花が生い茂り、一帯はお花畑となります。山の仕事40年という木下さんに案内してもらいました。美しい花が約ここから上頂上にかけまして200種類くらい、特にこの千畳敷カールは高山植物の宝庫と言われているところです。今年はちょっと気象が進んでいましてですね、10日ぐらい花も進んでいますね。発生しスカッと晴れるというわけにはいきませんでしたが、千畳敷カール上部の宝剣岳も時折姿を見せていました。山に登るたびにちょっとだけその景色を思い出にと思って撮っていますけれど、
摂氏3度という源流の水を飲んでみました。冷たくておいしい水でした。山に来て写真やビデオを撮る人はたくさん見かけますが、今回ちょっと変わった人に出会いました。久しぶりに聞く清らかなせせらぎの音、清い流れ、とても気持ちがすっきりしました。こう臨場感を撮るには写真だけじゃなくて、こういう方がなかなか後に残りますよね。そういう意味で使ってます。ところでこの千畳敷カール、来年一般の人は訪れることができません。というのは、昭和42年に開設された駒ヶ岳ロープウェイが丸30年経って全面的に架け替えられるからです。今年の11月から来年の10月までですけど、1年間ですね、休みまして、で新しく取り替えをさせていただくことになりました。今年は駆け込み利用のお客さんもいるということですが、天候不順の日が多く、この夏の観光客はもう一つだったということです。それでもこの日は3000人が千畳敷カールを訪れ、アルペンムードいっぱいの大自然を満喫していました。4度目です。今日いかがでしょうか。よかったです。いつ来てもいいです。山来てみてどうですか。寒かった。地上ではすごい真っ青な青空で暑いくらいだったでしょ。ここへ来たらこんな涼しくて、しかも雲の中ね、びっくりしました。夏の花から秋の花へと一気に季節が進む千畳敷カール、これから日ごとに秋の色を深めていきます。小さい草花の色が本当に自然の色で綺麗でした ね。 そうですね。この後はスポーツコーナーです。県内のニュースを続けます。今日午後、長野市の犀川で釣りをしていた男性が流され救助されましたが、まもなく死亡しました。事故があったのは長野市丹波島の犀川で、今日午後4時ごろ、釣りをしていた男性が溺れているのを近くで釣りをしていた人が見つけ、消防署へ通報しました。この男性は数百メートル流され、別の釣り人に救助されましたが、収容された市内の病院でまもなく死亡しました。大体胸の辺まで浸かるでしょう。で、地元の人はそんなに浸かってやる人いないんですよ。大体アユがほら今年釣れないっていうこともあるし、だからもう県外から来る人ってのはもうみんな深場へ行くでしょう。それがもう事故の元だと思うね。警察では死亡した男性は東京都の64歳の会社員とみて身元の確認を急いでいます。今日午前、北アルプス前穂高岳で男性が滑落し死亡しました。死亡したのは神奈川県厚木市の会社経営、栗原翔さん60歳です。豊品警察署によりますと、栗原さんは今日午前8時過ぎ、北アルプス前穂高岳北尾根の岩場を登っていたところ、誤って足を滑らせおよそ40メートル滑落し死亡しました。栗原さんは昨日から16日までの予定で仲間5人と上高地から入山、岩登りをしていました。さて、ノルディック複合の全日本合宿が行われています白馬村のクロスカントリースキー会場で、コースが練習に適さないという難題が持ち上がり、村も対応の検討を始めました。合宿は昨日から始まり、今日の距離スキーの練習ではローラースキーを履いたトレーニングが行われました。長野オリンピックのクロスカントリースキー会場の夏用の練習コースは、周辺の環境に配慮し、周辺の土を傷めないようにと細かい砂利を固めて雨水が浸透しやすい舗装を取り入れています。しかしこの舗装は表面が粗く脆いため、ローラースキーで滑ると振動が大きく足がしびれる上、下り坂では削り取られた砂利で滑りやすいことが分かりました。これだけ荒れた舗装の下りがスピードレール下りありますからね。その辺、やっぱり危険なんで、いわゆる安全にすると、そういうとこじゃないですかね。結局合宿ではもう1日予定していたローラースキーの練習場所を会場以外に変更することにしましたが、コーチらは地の利を生かせるチャンスに残念としています。コースを建設した村でも表面の脆さは予想外だったとして、選手らから話を聞き、対応策について検討を始めました。変わっては夏休みの話題をお伝えします。
キティちゃんが人気を集めている夏休み子どもフェスティバルの入場者が今日1万人を突破しました。1万人目となったのは長野市吉田の小山茂さんの長女で2歳のみおちゃんです。みおちゃんは家族と一緒に入り口で拍手で迎えられた後、大好きなキティちゃんからぬいぐるみをもらって大喜びでした。子どもフェスティバルは今日で3日目となりますが、キティちゃんのブーム再燃ということもあって県内外から家族連れが大勢訪れにぎわっています。メインステージでのキャラクターショーではお父さんに肩車をしてもらった子どもたちがキティちゃんやお姉さんの呼びかけに元気に返事をしたり、一緒に手拍子をしたりして楽しんでいました。このイベントは今月20日まで行われています。市の夏を彩る太鼓祭りが昨日から始まり、太鼓の迫力ある音が街中に響き渡っています。2日目の今日はカノラホールで14の太鼓チームによる打ち比べ大会が行われたり、市内の中央通りでは笠踊りや長持ちやみこしを担いだ子どもパレードが華やかに繰り広げられました。また日本三大太鼓の一つ山彦太鼓の流し太鼓も披露され、大きな太鼓に向かう女性の見事なバチさばきに観客からは大きな歓声が上がっていました。岡谷市内は夜まで勇壮な太鼓の音が響き渡ります。にぎやかな話題に変わっては静かな話題をお伝えしましょう。般若心経を書き写し先祖の霊を慰めるお盆恒例の写経会が長野市の善光寺で行われました。今日は帰省している人など長野市周辺や上昇地方から220人ほどが参加し、覆面子と呼ばれる紙マスクをつけて香の香りが漂う落ち着いた雰囲気の中、般若心経276文字を一文字一文字書き写していました。参加者は40歳から50歳代が中心ですが、最近は夫婦連れ家族連れが多くなっているということです。中には3年前に亡くした夫のことを思いながら書いており、供養になればと話す女性もいました。書き上げた写経は内仏殿に奉納されることになっています。南安住郡穂高町で一風変わった書道展が開かれています。これは松本市の書道愛好家グループが自然と芸術の調和を目指して開いたもので、会場は安住野の田園地帯の一角です。お見苗市や桔梗が熱い日差しを浴びて見事な花を咲かせる中、並べられた80点余りの書の作品は山や川の地名、自然を題材にした詩などが書かれています。この珍しい野外書道展は明日まで開かれています。この後は天気予報です。明日も雲の多い天気になりそうです、はい、まず予想図からです。前線は関東の南岸に停滞し、本州付近は引き続きオホーツク海の高気圧に覆われる見込みです。明日の空模様です。北部と中部は曇りで日中日が差しますが、上田佐久地方は朝晩一時雨でしょう。南部は曇りで日中日が差しますが、朝晩ところにより一時雨でしょう。メッシ予想図です。明日の天気の移り変わりの様子を細かく見ていきますと、朝方各地で曇って北アルプスの山沿いでは雨が降るでしょう。雨は一時弱まりますが、昼過ぎ再び北アルプスの山沿いを中心に降る見込みです。予想気温です。明日朝の気温は今朝とほぼ同じかやや低め、日中も軽井沢を除く各地で今日の気温を下回って27、8度としのぎやすくなりそうです。変わってポイント予報、まず長野です。
オホーツク海に中心を持つ高気圧に覆われますが、長野市内朝夕を中心に雲が広がるでしょう。松本です。松本でも日中は青空が広がりますが、朝夕は雲の多い天気となりそうです。変わって県内の週間予報です。明日からあさってにかけてはぐずついた天気となりますが、その後は高気圧に覆われ概ね晴れる日が多いでしょう。明日の各地の天気予報です。長野県の周辺ですが、新潟は晴れますが、その他は曇りのところが多そうです。またところによっては一時雨か雷雨がありそうです。天気予報でした。変わって花や緑のあれコンクール入選作品のご紹介です。こちらは北安住郡八坂村八坂中学校2年渋谷圭一くんの作品です。タイトル秋の道です。こちらは大町市西名台中学校3年宇留賀美代さんの作品です。タイトル夏とサンタです。 NBS ザ・ヒューマン、今日お伝えした主な内容です。先の太平洋戦争での中国人朝鮮人の強制連行の実態を後世へ伝えようと調査を進めている松本市の市民グループについてや、涼を求めて中央アルプスへ大勢の観光客でにぎわう夏の千畳敷の話題などをお伝えいたしました。それでは今日はこの辺で失礼します。失礼いたします。今夜のテーマは起きた掃除。いやー